どうも、みやびでございます。ということでやっていきましょう。みやびのどうでもいい日常。はい、ということで、今回ですね、私、マックで、夜マックを買いました。はい、ということで、まあね、わかってるんですよ。不摂生っていうのは、わかってるんですけど、買いました。で、今回ね、買ったものを紹介していこうかなと思うんですけども、皆さん、ついにですよ。ついに復活です。ついに復活してました。びっくりしました。はい、それがお見せしましょう。せーの、じゃじゃーん、ててれててー、うわ、でけー。そうです。今回ご紹介するのは、マックポテト L でございます。やったー、イエーイ。ということで、ついにマクドナルド M と L ですね、復活してます。ということで、食べていきましょう。で、今回ですね、ちなみに購入したのがこちらです。これはそうだ、チキンだから、チキチだ、チキチね。夜マックのチキチタイプですね。はい。そして、あとはコーヒーですね。コーヒーが入ってます。はい、ということで、食べていきます。いただきます。ちょっと冷えてる。うん。まあ味は変わらないですけどね。じゃあ、それではこれいただきまーす。これはチキチーですね、チキチー。おー、やべえ。これは皆さんお腹すくよ。いただきます。見ますこれ、やばくないですか、これ。めっちゃうまいですよ。やべえな、これは不摂生だな。皆さんダメですからね。ダイエット中の人は見ないでください。これやばいな。
すごいね。何も言わずに食べるのが。なんかけど、あれね、もう一回ね、なんか大食い企画とか取りたいね。この動画10分ぐらいにしようかな。うん、ちょっといいね、おいしいね。けどこれも罪悪感でしかねえな。罪悪感でしかねえわ、これ。やばいやばいやばい。うまいけどね。Bye-bye.